少し引かせてくれ、もう少し引かせてくれっていうふうに言う。で、なんでなんだっていうと、いやまだこのホールの、ホールトーンの音の強弱と自分のイメージしている音の強弱、あるいはニュアンスというものがまだ自分の中で合致してないから、もう少しやらせてほしいということで、もう延々練習をして、結局2日目の、夕方の5時ぐらいまでずっと練習して取らせてくれないんですね。でこれも全然取れないよ、どうしようっていうふうに言って、結局5時半ぐらいから8時までで全部取り終えて、で、まあ、9時までホール使えるわけですから、まあ、私もう少しいろいろパッチをやって、で翌日は朝から編集なんですね。あの今編集機と録音機って一緒なんですよ。あのパソコンになってまして、普通のこういうタワー型のパソコンなんですよ。あそこにある iOS ですね。で専用のソフトが入ってるというだけで、そこで録音もできるし編集もできる。 なので、まあ最終日は朝から編集をして、撤収までにほとんど編集は余って、もう録音現場で編集まで終えて帰ってきたって珍しい録音です。なので非常に完成度も高くて、で、実はこのバッハ のイタリアンコンチェルトというのは普通の今使っているようなスターウェイのピアノで弾くような曲ではありません。なんですけど、ペダリング の絶妙なペダリングによって、ちょっとそのハープシコート的なニュアンスも再現できている非常にいい録音だと思います。まず最初に通常版の、ものを聴いていただいて、これ CD 層になっているんですね。次にそのマスターディスクのクローンコピーの同じところをご覧いただきたいと思います。ホールトーンの響きとか、あとはそうですね、音のスピードもそうです、あの低音の量感、そのあたりをちょっと注目して聴いていただくと違いがお分かりいただけるかなと思います。それでは、エデルマンの演奏でバッハのイタリア